副腎腫瘍とは、副腎における腫瘍性病変である。この腫瘍には、良性と悪性がある。副腎腫瘍のうち数種類は、内分泌ホルモンを過剰分泌する傾向があることで、よく知られている。副腎癌は、悪性の腫瘍細胞が存在していることを意味し、神経が腫、副腎皮質癌、あるいは一部の副腎褐色細胞腫を含む。 大半の褐色細胞種やすべての副人選手は、良性腫瘍であり、一般的には、遠隔転移や周囲臓器への浸順を来たすことはない。一方で、良性腫瘍であっても、ホルモンの不均衡によって無視できない臨床上の問題を来たし得る。本項目では特に断りのない限り、人における副人腫瘍について外説する。副人皮質は明瞭な酸素構造からなり、 各層を構成するうち分泌細胞は生命活動を維持するのに不可欠なステロイドホルモンを産生する。このうち糖質コルチコイドはストレス刺激に反応して分泌され血糖や免疫機能の調節など重要な役割を果たす。他に血圧や腎機能を調節する硬質コルチコイドやある種の性ホルモンも副腎皮質から分泌される。 副人皮質に発生した腫瘍は、良性、悪性に関わらず、しばしばこれらのステロイドホルモンを産生し、臨床的に重篤な転機をたどることがある。副人選手、異形細胞は見られない。副人選手は、副人皮質における良性腫瘍の中でも非常に多く見られる腫瘍であり、病理解剖された患者のうち1、1%から10%ほどに観察される。 鑑別として、副腎結節が挙げられるが厳密にはこれは、いわゆる腫瘍ではない。また、アクス酸性腫瘍による、副腎化形成も、選手とは別の病態である。副腎選手は、30歳未満の患者には稀である。発生頻度に、精査は見られない。この病変における臨床的特徴には二つの要素が、 ある。第一に、副腎以外の疾患を精査中に偶然指摘される頻度が近年増加しつつある点である。多くの医療機関で CT や MRI が施行されるようになったことがその要因である。このため、この病変にがんが含まれる、わずかな可能性を否定するべく、高額な追加検査や、新習的な処置が必要以上に実施されかねない現状である。第二に、 副人選手のおよそ15%が、いわゆる、機能性腫瘍である。機能性とは、腫瘍自体が、糖質コルチコイドや硬質コルチコイド、あるいは性ホルモンのうち、単一のホルモンを、あるいは数種類のホルモンを産生していることを意味する。これにより、クッシング症候群や、原発性アルドステロン症をきたしたり、女性の男性化や、男性の女性化の原因となったりすることもある。 機能性の副人選手は、外科的に治療可能である。大半の副人選手は、長径が2センチメートルを超えず、重さも50グラムを超えないとされる。ただし最近では、副人選手の良し悪し性を完結する上で、病変の大きさや、重さはあまり信頼できる要素とはみなされなくなっている。副人選手の肉眼的特徴は、ひつつみ化されており、境界明瞭で、 単発の充実性腫瘍であり、断面は均一な黄色腸である。エシア出血性変化は稀な所見である。副腎皮質がん濃縮角像といった中等度の細胞異形が見られる。副腎皮質がんは非常に稀であるものの、臨床的に極めて悪性度の高い腫瘍である。この腫瘍は小児でも成人でも発生しうる。他の副腎皮質腫瘍と同様。 ステロイドホルモンを過剰産生されることにより、臨床的に異常をきたす、機能性腫瘍の場合もあるが、多くの副腎皮質癌は、非機能性である。この病変は通常、五腹膜空の深部で発生するため、診断された時には、かなり増大していることが多い。この病変は、頻繁に、腎臓脈や大臓脈といった大血管に進展するほか、リンパ行性、血行性に、 肺や、その多臓器に遠隔転移する頻度も高い。最も有効とされる治療法は、外科的切除であるが、すでに進行しており、手術不可である例も多い。全生存期間は短く、予後は不良である。進行例には、ミトタンという副人皮質に直接細胞毒性を発揮する薬剤が使用されるほか、化学療法、放射線療法といった、 修学的治療が考慮される。副人髄質は解剖学的に両側の副人の中央に存在しており、交換神経の更新に応じて、エピネフリンという副人髄質ホルモンを分泌する神経内分泌細胞から構成される。神経芽種と褐色細胞種の二つは、副人髄質に由来する腫瘍の中で最も重要である。これら二つの腫瘍は、副人外の組織、 すなわち、交換神経幹の防神経節から発生することも、ある。脳転移をきたした神経芽腫の2歳患字の MRI 写真。神経芽腫は、未熟な神経目細胞に由来する、極めて悪性度の高い癌である。小児癌の中で、最も頻度の高い疾患の一つであり、日本における診断時の年齢は3歳以下が79%を、占める。 この腫瘍は時に診断時には遠隔転移を伴っていることも多いが、その転移先が肝臓、皮膚、骨髄に止まっている場合、多くの症例で治療可能であるという点で他の癌と大きく異なっている。典型的な副腎原発の神経芽腫は乳児では急速に増大する腹部腫瘍として認識されるが、幼児では原曲的な腫瘍で発見される例は多くなく、 病巣の進展に伴う多彩な症状を呈する。これに対し、悪性度が比較的低い腫瘍には、成熟度が高い神経細胞から構成される神経節細胞腫や神経節細胞腫が挙げられる。神経腫では通常、バニリルマンデル酸やホモバニリン酸といったカテコラミンの代謝産物の血中濃度上昇を伴い、 血管作動性腸管ペプチドの酸性更新による重篤な減りをきたし得る。治療は病変が厳極している場合、手術は放射線の適応となり、転移を伴う場合は化学療法が施行される。アドレナリンの構造式褐色細胞種は成熟した副腎髄質におけるクロム神和性細胞に類似した細胞から構成される仕様である。 褐色細胞腫は前年齢に発生し、枯発性に発症する場合もあれば、遺伝性が無症候群の様相を示す場合もある。この遺伝疾患には多発性内分泌腺種症のイ、e、ヤ型や IIB 型、神経繊維腫の I 型、あるいはホンヒッペルリンドウ病といったものが挙げられる。褐色細胞腫の中で悪性であるものは、たかだか10%に過ぎず、残りの90%は、 病理学的に、良性腫瘍である。臨床的には、褐色細胞種が多量のカテコラミン、すなわちエピネフリンやノルエピネフリンを分泌することが、最も重要な特徴である。この特徴により、致命的な高血圧や不正無薬を誘発する恐れがあり、頭痛、顔面蒼白、動悸、発汗、体重減少、新鮮などといった多彩な症状を示す。 尿検査によりカテコラミンの代謝産物、すなわちバニリルマンデル酸やメタネフリンを測定することで確定診断は極めて容易に得られる。大半の褐色細胞種の治療は、まず術前処置として十分に交換神経遮断薬投与し、循環動態が安定した時点で外科的に腫瘍を適除する。副腎の偶発腫瘍は、 疾患の存在を疑う症状や兆候を伴わないまま偶然に発見される副腎腫瘍である。CT や MRI、あるいは超音波検査で初めて指摘される病変の中でも比較的頻繁に見られる所見の一つである。副腎偶発腫瘍においてデキさめたゾン抑制試験は潜在的なコルチゾールの過剰分泌を検索するために試行すべき。 検査の一つである。褐色細胞腫を否定するため、同時にメタネフリンやカテコラミンの血中濃度も測定されることが多い。腫瘍の長径が 3cm を下回る場合は、一般的に良性腫瘍と判断され、クッシング症候群や褐色細胞腫でない限りは、積極的な治療適用とならないとされる。内分筆学的な評価のために以下の検査も施行される。 CT において典型的な良性選手は低吸収であり早期に造影剤の洗い出し像が見られる。各種検査により内分泌学的に引きのうであり、かつ画像検査で良性腫瘍が示唆された場合は6ヶ月後、12ヶ月後、24ヶ月後の画像検査と1年に1回の内分泌学的評価を4年間継続するのが推奨されている。ありがとうございます。